はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケディです。モローウィンドウの続きをプレイしていきたいと思います。前回はやっとですね、バルモラに到着したんで、引き続き、情報収集をしていこうと思います。でおそらく情報収集で、今回は終わるんじゃないでしょうか。まず目的としてはですね、オプションでなんか見れるって教えてもらったんで、クエストですね、クエストの、レポートトゥカイウス、これですね。私の任務は、バルモラの町に行き、カイウスというものに報告をする。彼の住んでいる場所を見つけるために、バルモラのサウスウォールと呼ばれるところで聞き込みをするべきだと。じゃあまずカイウスに行く前に、このサウスウォールというところに行かないといけないってことですね、バルモラの。であとは前回、これじゃない、これじゃない、これですね、バルモラの行政長官ノルスアトリウスが、悪いことをしてると。でこのバルモラに来る途中にあったこのフォートムーンモスにいるキャプテンのバローがそれを止めようとしている。で、一人ではどうしようもないということで、キャプテンが私を探しているらしいということなんで、これも、行きたいですね。とりあえず情報収集を。サンスウォールですね、サンスウォール。ジュジュさん。サウスウォールの経営者、バコラなんとかさん、バコラさん、東側にある労働者階級用のサウスウォールなんだけど、東にあるんだ。友人にしか話せない。ザ・ラッキー・ラッカップというパブのオーナー、ここラッキー・ラッカップっていうんだ。バローが僕を探していると。待てよ、2階もチェックしようか。 Can we hurry this along? What's this about?So what do you want?
人探しなら川の南側にあるサウスウォール。南側でいいんだ。うん、サウス。あんたの人当たりが良ければ連中も手伝ってくれる。その代わり気をつけな。南側には、コンシェルクラブという店。こいつは地元のギャング。カモンナトングの縄張り。彼らはアウトランダーを好きじゃないと。これあれじゃないかな、ダークブラザーフットともやり合ってるところじゃないかな。あ、それはこっちか。モラグトング、暗殺ギルド、西の暗殺ギルド、ダークブラザーフットを一緒くたにする。このモラグなんとかはダークブラザーフットの宿敵。なるほど。活動や行動原理も全く違うと。同じような暗殺集団だけど違うんだ。今覚えたこともすぐ忘れる俺。Descent is new. ブローカー、お店かな。我々はホレイ・グンナースでモロウィンドがあふれるのを認めない。ここは我らの国。アウトランダー的なことかな。いやー、でかいな、バルモラ。ここはアウトフィッター。ここもショップだ。 Anytime now.この地域が初めてのアウトランダーにはバルモラがぴったり。ハウスフラールはインペリアルに深く浸透している。北上したところにハウスレドラン、南下するとビベク。ビベクシティではアウトランダーは厄介者扱い。東に行くとテルバンニ。覚えられない。
思えられない。地図に乗ってくれたかな今。あ、ここじゃ見れないか。乗ってない。ビベックはまあ乗ってますね。ビベック。ここもトレーダーだ。You have questions?デイドリックウェポン、デイドリックウェポン売ってる。どれだ。なんかそれっぽいのはないな。これ、うん、いや違う、値段は高いけど違うな。まああったとしても買えないか。デイドリック、嘘ついたか。ここにあるのはデイドリックエポンじゃないっていうのか。ああ、確かにそうだ。でも、この人か。私は嘘つき違うぞ。君が望んだとき、私は、デイドリック並みに鋭く。ネッチの浮き袋並みに軽くなる。この魔法は短い間時間しか続かないが、丈夫な鎧の向こうへ打撃を繰り出すには十分な時間。なんだ、なん魔法かな。フィエンドデーモンデビルウェポン、さっきの高いやつかな。これだ。これのその魔法がついてる、そのエンチャント効果が使えるって言ってますね。買ってみたいけどちょっと高いな。盗めないかな。まあいいや、後でちょっと探してみよう。ここは？なんだ？アーマー防具屋さん。あ、ちょっと修理は OK。あー、よく見かける黄色い鎧だ。ボーンモールド、ボーンモールドシリーズを売ってる。ミディアムアーマー。ああ、はいはい。ダークエルビス。この戦
みを担っているのか。ザ・フラール評議会の裏の権力、これアウトランダー嫌いの町にいた人ですね。裏の権力と彼の秘密組織、ここだ。うん、彼らはこれまでインペリアルの権力者を手にかけることはしてはいないが、もしエンパイアの平和が脅かされれば、例えばセプティム王の後継者問題、で帝国軍が招集されるようなことにでもなれば、ああなるほど、今はまあそのエンパイア、あれかインペリアルが街にいっぱいいるから手を出してないけども、このセプティム王の継承問題やななんやらで、インペリアルたちがの数が減ることになれば、このドレンとこのグループは、うん、モローウィンドからインペリアを追い出しにかかるに違いないと。今はまだその時ではないから手を出してないだけっていうところですね。やっとなんとなく分かってきたよ。ここは？あ、明治ギルド。明治ギルドか。これ入っていいのかな。そうし、資質はあると。契約とは、マスターから課せられた仕事、どんなものであれ必ず果たさねばならない。よく学び強くなること、ただ、メンバーに対して戦闘を仕掛けたり盗みを働いてはならないと。どうしようかな、まあ、セーブしてるしちょっと入ってみましょうか。明治ギルドのメンバーに、準備ができているなら仕事について聞きなさい。また資格を満たしたと思うなら、昇進、昇進とかもあるんだ。うんうんうん。条件は満たしているが、十分な仕事をしていないと。まだ、アソシエイト、今はまだ僕はアソシエイトっていうあれか、あ、じゃあアソシエイトの仕事はない、もっと出世してから来いと。まずはアジラ、うん、ギルド・オブ・メイジではインテリジェンスと意志に優れた、適格者だけを採用する。うわ難しい。スペル、
ああダメか、ランク上げてから来いって言われた。トレーニングも、あトレーニングもダメだ。 Yes, Outlander. まずはアジラっていう人から下っ端の仕事をもらえって言われたけど、やばい、もう30分になるんじゃないですか。あ、アジラ。おー、なんかいろいろ売ってるぞ。アジラ、あなたへの仕事がある。え、アジラがメイジギルドでジャーニーマンになるには、ここのマッシュルームを勉強しないといけない。うん、それを手伝えと。やっぱカジートとか喋り方が可愛いですね。需要競争だよ。マッシュルーム、あ、チャンネルは更新。アジラのレポート完成、これを手伝えと。あ、植物を取ればいいのかな。サンプルが必要。うんうん、キノコを拾ってこいと。全部ビターコースト、海岸沿いですね。うんうん、アジラは4種類のキノコの標本を持ってきてほしいと私に頼んだ。うん、とりあえず拾えるものをガンガン拾えば、じゃあクリアできそうですね。了解了解。ああ、どこにあるか。木にふっついてるやつかな、これは。じゃあ、うんうんうん、あ、そうだ、うん、木に茶色い棚がくっついてるみたいに見える。ハイファーなんとかは、まあ、これに似てると。で、こっち、これは食べていいけど、こっちは食べちゃダメって言ってますね。キノコは、背の低い、嫌な匂いの毒キノコ、てっぺんが茶色い。サンプルはまだ。あ、なに、美薬的な。アジラはテルバンニが嫌い。テルバンニってキノコの街ですよね、情報から言うと。でもカジート、アジラに限らずカジートはバグムスクの香りが好きと。ちょっとつけて嗅がせれば女性はみんなあなたの虜。うん、このキノコは背の高い毒キノコ、夜に青く光る。とりあえず4種類ですね。
Its scent is unfamiliar. いろいろ話聞きたいんだけど、サウスウォールにも行ってみたい。あ、これで、まあ、ギルドの仕事をこなしてお金稼いだりランク上げたりしてっていう感じか。これは？あ、隣にはファイターズギルドがあった。こっち入りたかったな。もう入れないかな。どっかに所属してればダメかな。おお、アイリスファイヤーアイ。入りたいなら彼女と話してくれ。入れるかな。傭兵のキャリアを極めたいのならファイターズギルドがいいと。一番入りたいのはそのシーフギルドなんですけど、これだ、ファイヤーアイ。強そうな女性だ。入れますかね。さっきメイジギルド入ったんだけど、とりあえずルールを、君の仕事は主君と同志のためにある。すべてにおいて名誉と武勇を大事にせよ。常に気を張り詰めて用心を怠るな。団員になれば我々のチェストに収められたアイテムを利用。お、他の団員に喧嘩を売ったり盗みを働くのは反逆行為。もしこれらのルールを破ったら、監督官との面談面談しなきゃいけないの？入れる？その前に。あ、入れる。ほうほうほう。あ、じゃあいろんなとこに入っていろんなギルドの仕事をこなすのが良さそうですよね。うん、才能には不自由してないが仕事をまだこなしていないってことですね。これも チェストだ。基本的な装備が入っていると。うん、しばらく経てばチェストの中身は補充される。だからといってそれを当てにはするなと。
ファイターズギルド、のことは簡単、まあ、人々が我々に仕事を依頼して金をくれる。で、我々がそれを解決すると。オーダーがある。ケイブラッド。ケイブラッド、ネズミか。あ、ネズミぐらいなら。ジャーナルが更新。家に発生しているネズミを駆除しろと。町の東地区、川のそば。ああ、ファイターズギルドではストレングスとエンデュランスが肝心。アーマーの修繕とアーマーの維持、耐久度の維持についても覚えないといけない。ジャーナルは更新？ルールだ。反逆行為っていうのはバレなければ OK なのかな。よし、まずあれだ、サウスウォールを探さなくてはならない。気をつけろっても言われたんですよね。ギャングがいるとかなんとか。サウスウォールっていうのは、あ、これだ。うん、サウスウォール。ここでそのカイウスの居場所を聞かないといけない。バコラ。バコラさんがオーナー。この人に聞けばわかるんじゃないかな。カイウス。老いぼれ、シュガートゥース、見当がつかない。でもオーナーなら知ってるだろうと。ここには地元の犯罪組織の、これですね、ダークブラザーフットと、まあ、やり合っている、帝国の新参者であるシーフギルド。あ、シーフギルドもここにあるのかな。あ、シーフギルドはここともと戦ってるんだ。あ、じゃあこれ違うな。これあの、これは違う。ダークブラザーフットとやり合ってるのとまた違う。うん。影の実力者。Come on then, say something or move on.
チーフギルドに入れるか。お、とりあえずルールを、いいか、シーフには仁義がある、兄弟分から盗みを働くなと、壁に目あり、壁に目あり、壁に耳ありじゃなかったっけ、障子に目あり、ギターを弾くのはクロードチアリーとか、なんかそんなのなかったっけ。これはどうなんだ、バレなきゃ OK なのかな。わかりました、これでシーフギルドにも入ったんだ。じゃああれだな、ペラギアドのポーションの人のも入ってた方がよかったな。仕事を受け負いたい時と昇進の準備ができた時は私に話しかける、賞金首になった時も相談してくれと。おお、いいですね。で、仕事は、ドロップオフに行ってこいと、ここの、あ、なんかあれかな、ドゥーマーアーティファクト、この人がドゥーマーアーティファクト、この取ってこいと、この人から、レズ、レズ、ラズ、もし渡そうとしなくても探し出して全部持ってこいと、それが仕事だ。ゴブレット、ボール、チューブを持ってこい。まあ、シーフギルドらしいですね。うん、了解。この人の大親友がダイヤモンドを探している、欲している。ジャーナルが更新、ダイヤモンド俺どっかにしまってきたな、どっかで取って。うん、友達がダイヤモンドを頼んでると、お前自分で俺がやるのかこれ。ここにダイヤモンドがあったと、なんとかホワイトヘブン、ダイヤモンドならばどのようなものでもいいと、まあ、ここから取ってこなくて、ここにあるらしいけど、この店は町の北西側、川を渡って右、賞金首になっても帳消しにできる者がいる。シーフは素早く身軽でなければならない、気取られずに
活動を。あ、ちまたジャーナル。あ、ルールか。うんうん。うん、兄弟分から盗むなと。これもじゃあまた、あ、ランクが足りないから買えないんだ。なんかいいものを売り出しそうですね。ランクが上がれば。オーナーは？この人じゃない。え、いる？あれ、ジュジュって。Care to tell me what this is about?酒場にもいなかった。上の階かな。あ、この人だ。うん。カイウス。カイウスじいさんは町の北端にある丘の上で、小汚い一間を間借りしていると、正面の扉を出てテラスへ出る。いや、2階の扉じゃないぞ。階段を上っててっぺんで左へ曲がって通りの端、わかんないわ。とりあえず分かりましたね。その情報は聞きましたね。北の丘の上の小さな仮住まい。家を開けることが多いと。でも上で保管をしている。でもそれが逆に鍵開けする技術を磨くための絶好の機会に変わる。あ、はいはいはい。ヌスク。性別問わずに虜にしてしまう。うん。はい。いろいろギルド入りましたけども。で、カイウスの場所もとりあえず分かりましたね。では今回お話だけになりましたね、やっぱり。うん。はい。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。